はようございます。速稼塾の久保です。今日のナイト2000はちょっとプルプルと震えた手でね、カメラを持ちながら放送しようかと思います。今日2つお話ししましょうか。1つはですね、リアガラスなんですけども、このトランクルームかな、ハッチバックのガラスね、支えているのが実はここにガラスに直接ボルトインしたこのネジといいますか、ここなんですよね。向こうにも2箇所ついてます。通常ここスチールとかで覆ってたりとかして、そこにボルトをオンしてるはずなんですけども、これガラスに直接埋め込んでるんで、開け方が下手だとね、このガラスピシッと割れてしまうんですよね。まあ出すんで、ハッチバックはちょっと滅多に開けたくないなというところでございます。これが1点。もう1点はですね、後部シートなんですよ。ちょっと開けてみましょうか。はい、4人乗りのはずなんですけども、この後部シートちょっとごちゃごちゃしてますけど、すいません。人が乗れると思います？ちょっとこのね、シートを前に傾けて乗ってみましょうか。こうバッテリーとか乗ってるんですけども、はい、じゃあちょっとカメラ返しますね。こういう風な感じで、身長180センチの私は後部シートはまずちょっと乗れないかなと。頭かがめた状態、まっすぐになったらもう完全天井ぶつかりますんで、こういう風にね、頭をかがめた状態でしか乗れません。もう視界はほとんどありません。で、足もうこれ足がね、つま先立ちで入る状態なんで、多分ね10分乗ってたら足つりますね。これはね、こういう形で後部シートには成人男性、身長が170センチ以上の方を乗ることはちょっとお勧めしません。170センチ以下でも基本的には乗らない方がいいかなと思います。まあ、このシートにね、こういう風に横にベタッと寝るような状態で一人っていうんだったらまだいいですけどもね。で、後部シートは基本的に荷物を置くぐらいかなと思いますね。はい、今日お伝えしたのはこういった2点ですね。まだキットはね、寝てる状態かなと思います。で、万が一のためにバッテリーブースターの5メートルのやつね、これ5000円ぐらいしたんですよ。買いまして、これはね、バッテリー復活のためのもう虎の巻、これ1万円ぐらいしたんですよね。まあいろいろと車以外にもいちいちお金がかかるのがこのナイト2000かなというところでございますね。まあ前回もお話ししましたけども、こうやって手間がかかるのがね、結構楽しかったりするんですよね。アメリカといいますか、アメリカの車とかね、初めてなんですけども、いろいろ楽しいなと思います。毎日毎日このナイト2000に意識を向けながら暮らすような日々でございます。はい、それではちょっと設備見てみましょうか。これね、ロケットランチャーついていて、オキシゲン弁当、これない、あのないマイケルナイトが意識を失った時とか、ここからね空気が出てきて復活するみたいな。で、サバイバルバランスモードとかね、こういろんなインジケーターついてますね。面白いですね。あ、蚊が入ってる。逃げよう。じゃあ、すいません。失礼します。今日は以上です。